リリーーだけどもうあっいい <laughs> <laughs> 大丈夫ですか はい。 日曜あ土曜の昼下がり、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ちょっとまたドたばたしております。えっ、ー、とですね、アイデアのあいう OK、えー、お送りしていきたいと思います。えっと、暑いですね、沖縄、ちょっと暑いですよ。はい、で、えっ、ー、とですね、アイデアのあいう OK はですね、NP、沖縄県、えー、出会い結婚支援、えー、サービス、NPO 法人婚活モールの提供でお送りしております。 えと本日もですね気楽にのんびり1時間お話できたらいいなと思ってますでですねまあ一応ですねまあ毎回フリーであのー、来たもので対応していくっていう <laughs> あのね誰でも来れるようにっていう感じでやってるんですけどまあちょっと軽くねテーマがあるといいかなということでえー、っと今日はですね恋というのを テーマに。えー、っと、まあ、ちょっと話ができたらいいなと。なのでね、恋って言ってもね、僕ちょっと恋バナとかいうのがない、もともと苦手で、<laughs> 多分僕とお酒飲みに行った人も恋バナしたことある人いないと思うんですよね。<laughs> なので、あのー、そんな感じでですね、あのー、ちょっと恋バナみたいなことはちょっと苦手なので、恋バナっぽく、あの惚れた、腫れたで、あそこがどこでくっついてとか、 ああいうのはちょっと苦手なんですけど <laughs> そんなのどうでもいいわと思って生きてきた人なので <laughs> まあでもなんか恋ってどんなものかなっていうのをまあちょっとねあの何か掘り下げていけないかなというちょっと果敢なるチャレンジを <laughs> してみようかなと思ってますでまあね恋もあの結局結婚に至るまでのまあ 段取りとしてまあ少なからずね恋愛という期間があるかなとあの会ってすぐにその翌日に結婚っていうのではなくてえっ、ー、とねそのちょうど中間ぐらいのところに。 えとその家庭に恋愛っていうのが少しからず入ったりまあ結婚生活の間に恋愛期間があったりという感じでまあなんや結婚と恋愛っていうのはどこか区別できるものなのかなで今はですね婚活って結婚だけじゃなくて恋活っていう形でまあ恋自体のスタートをしましょうと結婚の前ですねあのいう恋活っていうのもえ言葉としてあるようになってきたので。 まああのね、あの出会い、結婚支援センター婚活モールということで NP 法人でやってますので、まあ、そこの話も含めつつですねあのアイデア大いに恋を語ると <laughs> もうね、一番自分にない部分をさらけ出してみようかなっていう <laughs> あのチャレンジ企画になっておりますのでもしよかったらあのツイキャスメッセージなどでお付き合いいただければなと思っております。 ぜひぜひですね何か、えー、支えていただければと <laughs> 思っておりますのでよろしくお願いしますそれではですねえー、っと今日は恋またはですねあの何でもいいです一応なんかあのアイデアさん山下さんマスオさん何でもいいからえー、っとメッセージいただければなと思いますのでそれに沿ってお話ししてまあ大きくは恋でいこうかなと思っております はい、よろしくお願いします。 はい、ちょっと違う感じで入ってみました。<laughs> えっと、小田和正さんのラブストーリーは突然に <laughs>。これカラオケバージョンじゃないよな <laughs>。えっと、BGM に少し、えー、っと、話していこうかなと思ってます。あの、どうしてもですね、僕が恋とかに話す、何でもそうなんですけどあの、話すと若干堅苦しくなるので、そこはちょっとご理解いただいてですね、 うん、あのー、結局婚活モールさんとか、まあ、まあ婚活モール絡みでしかまああんまり婚活してる結婚希望してる方で婚活一生懸命やってる人が既婚者の人がねじロじロ見られたら嫌だろうからまあ一応スタッフとして、あのー、参加できるのが今婚活モールぐらいなので、まあ、婚活モールさんのイベントを通して。 まあ僕はあの婚活の事情とかあの婚活頑張ってる人とかを見てきているわけですよ。でまたあと婚活モールさんとちょっとまあ個人情報まではねあの控えているんですけどあのどういうねことを応援したり支援したりしてるよっていう話を聞きながらなるほどなと思いながらあの婚活事情をねあの沖縄の婚活事情をちょっと。 あのー、耳にしたり目にしたりする機会がまだある特殊な方でこれって本当に結婚活のサービスをやってる人か結局婚活してる人しか分からないすごい狭い世界なんですよねなのでまあそれをもう少しね、あのー、見える化していきたいなっていうのもあってラジオ番組でこうやって婚活の話したりはするように意識してるんですけどもその。 あのー、どうしても恋愛と婚活っていうと、まあ、意図的に結婚するための活動っていうのと恋愛ってどっちかというとぼやーんとしてて「はっあの人」みたいなこのラブストーリーは突然にみたいな、あのー、なんだろうと突然性というかがちょっと必要な要素としてあったりしてでも、まあ、もちろんね、あのー、婚活しててもそういうのを求めているようで。 実はあの、恋愛の中って結構条件とかあんまり、特にですね、あの、まあ僕なんかそうなんですけど、えー、18で妻と出会って、19では付き合っていて、その時に、年収とか <laughs>、職業何ですかとか、職業学生ですよね。年収ももちろん学生なので、まあバイトで働く分はあっても、基本ないですよね、年収もね。ってこと考えたら、 まあ恋っていうのは、まあ、学生時代に恋した人も多いかなと思うし今本当に新生児ど,どういう調査したらそうなるのかわかんないですけど新生児の半分が恋愛経験がないというか恋したことがないっていうあの調査結果も毎回成人の日に出るぐらいこう恋が縁遠,遠くなっているまあその代わりそのね、あのーじにえー、じ人工妊娠中絶とかあのー 未成年の妊娠がちょっと問題になったりって言って結構この格差がある恋愛格差もちょっとち、えー、若い頃から出始めて、まあ、勉強コツコツやってる人はあまり恋愛せずに来たり逆に言うとまあね勉強以外のことで恋愛とかに頑張る人もいるしだからまあすごく格差が出始めてきてるんですけどやっぱ恋愛に臆病になるというかね ななかなか恋愛しない人も出てきたのかなというのをちょっと思いながらまあ恋って何なんだろうなと思いながらで結局恋愛ってなんとなくそれとなくそういう人で付き合っていくのが恋愛だなと思いつつで婚活してる人もやっぱりどこかでこうその恋愛に憧れている部分あると思うんですよね。ななんかこう衝撃的な出会い っっててていいうのを少し待っていて自分の目がハートになるのを待ち焦がれているじゃあ、あのー、例えば何だろうな、まあ、いろんな恋話恋バナがあった中で例えば普通に友達と思ってた頼りないと思ってた男の人が急にちょっと男らしいところ見たらあのーあのー、なんだ、えー、男らしいところ見たら急にキュンとしてですね なんかあ好,き好きだなと思ったとかなんかまああと吊り橋現象とかご存知ですか <laughs> あの心理学用語で吊り橋現象っていうのかなあ,のあってあのジェットコースター2人で乗るとあのジェットコースターとか吊り橋とかのこの怖いっていうドキドキを勘違いして私この人好きなのかもしれないっていう <laughs>。 それ、心理学用語で有名なぐらいあるんですよ。なので、あのー、好きな子を口説きたいなら、怖いとこに連れて行けと。お化け、ね、夏ならお化け屋敷とか。こういうのって、あのー、嘘らしくて、本当の心理学の話で、やっぱその、じゃあ、じゃあその、じゃあ結局じゃあ声は何なのかっていうと、 ちょょっっっとアアイディアっぽくなってきたでしょ <laughs> この色濃いぞとの色の何もない白黒っぽい話になるんですけどじゃあ恋って何なのっていうと多分勘違いどこかで勘違いなんですねで勘違いっていうのはずっと続かないからあの恋愛っていうからどっかで結婚した場合は結婚生活とかで結婚生活っていうのは別に惰性じゃないですよあの協力体制を組むと。 だからあの、恋は盲目なんですけど、恋愛、恋から愛に変わる。恋愛って、これはね、あのー、三輪明宏さんの諸パクリなんですけど、恋は愛になって、愛は情になると。だから、恋から愛にしかならない。恋愛ってそうやって書くと。愛から情にしかならないから、愛から情って書く。愛情って書きますよっていう話を三輪明宏さんがしてました。<laughs> こういうことばっかり覚えてるんですけど、 だから恋をしてな、しない人は,愛は愛愛に恋愛にはならないし、まあ、恋愛になって愛にならないと情は湧かないという話をしていて、まあ同情とかまた違うってことなんだと思うんですけど、あのー、まあ、そういうことを考えてたら、まあ恋ってどっかでうっかり勘違いしちゃったっていうところがスタートなのかなと思うわけですよ。まあね、身も蓋もねえみたいな。<laughs> でも、 やっぱどこかで誰かが一目ぼれに憧れていたり、ねあのー、王子様がやってきたりお姫様がやってくることを憧れてたりっていうのがやっぱなキラキラしたね。恋愛にはちょっとキラキラしたイメージがあってなんだろうなあのやっぱ青春ものはちょっと恋愛かぶるじゃないですか映画でもドラマでも何でもやっぱこの素っ気ないあのちょっと男ボーイッシュなんかこを、 ツンツンした女の子がちょっとこう男友達的に遊んでたらちょっとなんか男らしい一面を見せたそこにドキッとしてあ私何なのかしらみたいなちょっと今古いですかね <laughs> 最近のドラマどうか分かんないですけどうんでやっぱねあちょっとこの恋がらみの話ですけど月9って本当このラブストーリーは突然にのこのトレンディードラマって言われてもう恋愛やればやってなんぼみたいな で月9といえば恋愛だったんですけど、ももいつも今月9、恋愛には限らなくなってきましたよね。もう余計、よけな,んなんか、うん、もうよ,よければいいみたいな。<laughs> で月9はちょっと恋愛で恥ずかしいみたいな。水曜はミステリーでみたいな、あのフジテレビの系列のちょっと見方が僕の中にあったんですけど、で水曜日は割と力持ってるやつがあるなみたいな。<laughs> 偉そうみたいな。あのー なんかそういうので、やっぱ恋愛っていうの自体にちょっと、なんかね、あのゆとり世代とか悟り世代とか言われるなんて、なんか夢や希望を若者がわかなくなりつつあるみたいな、悟り世代ね、あの失敗しない、失敗をしたくないと、失敗を恐れるっていうんじゃなくて、もう失敗しないことなら初めからやらなくていいやみたいな、っていうのが言われたりするなと思います。<laughs> でも結局これってどの世代でもきっと言われてきて僕とかロスジェネ多分世代なんですけどよくわからないですよねただおじさんが結構適当につけてあのくくったら楽だなって思ってるだけなのであの若者のあんまりゆとり世代とか悟り世代とか気にせずに自分の人生を謳歌してほしいなとは思っているんですけどうんなんかねあのいろいろ考えてたら あのめんどくさいことばっかりなのですけど <laughs> まあ恋っていうのはあのー、そういう意味ではあのー、うんあツイキャスの方でロストジェネレータージョストレジェ,ジェもう分からなくなってますねロストジェネレーションっていうのがあるらしいですよ <laughs> 失われた世代も何も失っちゃいねえよみたいな <laughs> 僕からすると始まったばっかりだよみたいな感じなんですけどねあのまあバブルを知らない世代とか言われる世代みたいなんですけどバブルねどうせ崩壊したので知らなくてよかったんですけど <laughs> まあそんなこと言うと悟り世代かって言われそうなんだけど失われたアーク <laughs> やー出てこないインディ・ジョーンズ <laughs> ね <coughs> リスちゃんありがとうございます 今日は桐谷美礼で入ってますね。野沢直子みたいな <laughs> 写真が入ってますけど。<laughs> よかった。一人来てくれて。もうね、毎回一人来てくれることが救い。り <laughs>、うん、スちゃん、あれですね。あのあ、あれ以来ですね。あのー、おかわりください以来ですね。<laughs> FM 小座の番組で少し。<laughs> 見たなっていう感じです。今日恋の話してますよ。恋なんか語れないのに、恋語ってます。<laughs> もうね、テンパってる感じですね。 でまままあまあまあ恋の話でやっぱうっかり勘違いっていうのすごく大事なのかなと思っていてであの婚活モールのイベント担当の方と営業とイベントかな担当の方にちょっと言ってたんですよあのー、えっ、ー、とラブストーリーは突然に突然かけようと <laughs> そして目の前にいる人が今日の運命の人だよみたいなでちょっと重いその恋は勘違い とかうっかり勘違いだと思ってるのでうっかり勘違いしてみたらいいのかなって <laughs> まあもちろんその恋愛に経てまあ振られた辛い思いするんですけどでも恋愛に行かないともう結婚なんてちょっと難しいかなと思うのであれこの人好きかもこの人もしかしたら運命の人かもっていうところのきっかけがなかなか作れない婚活でいくとやっぱ条件とか見ちゃうので条件とか仕事とかやっぱ すぐに結婚に行きたいけどまあいきなり結婚にはお互いやっぱどうしても踏み切れないんですねお互いねより良い幸せな結婚生活をしてせっかく結婚するならね幸せな結婚生活したいですからただ席入れましたちゃんちゃんじゃないのでそうなるとやっぱりちょっと深い付き合いしないと分からないところが多いよねっていうのはすごく思うんですよねででも自分も同じ立場だったらじゃあ結婚したいから顔を見て 顔が良かったら次ね、条件見て、ね、で、会ってみてって言って、ちょっと本当に結婚に近いことを意識しながらやるんですけど、少し恋愛のことも意識しないと、あの、顔だけで判断できない部分って、本当にいっぱいあると思うので、うん、で、ちょっとね、いやらしい話というか、あの、まあ、あんま良くない話かもしれないですけど、やっぱね、あの、 沖縄イオンモール沖縄ライカム <laughs>、あのー、とかで例えばねクーラー聞いた中で、まあ、双子たちを泳がすんですけど <laughs> 双子の放流と呼んでるんですけど双子たちを泳がしつつカップルとかね夫婦の顔を見て、ね、パートナーの女の人を見てあこの人だったら結婚できそうかなとか <laughs> この人とちょっと結婚しそうにないな自分とか。 結結局でででももそれでも付き合ってたり結婚してたたり、り婚しするわけですよ本当に好みは住人と色だしその自分がパッと見てもその人の本当の本質的な良さっていうのは絶対わからないんですよね。で結婚してるってことたりカップルになってるってことはその人の本質的な良さっていうのがどこか何かあってまあ自分が結婚できるかどうかそこを理解した上で結婚するかどうかを置いといてその次の一歩踏み出した人がいると思うと。 やっぱ顔とか条件だけでこの判断するのってとても難しいなで、恋愛って逆顔とか、まあ、顔はちょっとあると思うんですけど、友達だと思ってたら顔あんまり見ないですよね。<laughs> で、急にあこの人好きかもしれないってなった時に恋愛感情に発達する、発展する時に、まあ、顔なんか多分どういうこともなく、その人がどんな仕事してるとかそういうのももう知ってるから、 どういうこともなくなんとなくあこの人かもしれないっていうそこの何かきっかけがあるスイッチがあるんですよねきっとねねこんなね恋バナなのにこんな固い話しているという <laughs> 自分でもなん,なんでこんな硬い話し,しかならないのかと思うんですけどなので僕もだから勘違いなんですよたまたまあの自分の技術家技術研究室あの自分の 行った大学が教育学,学校教育学部って学部だったのでそこでまあ技術の専攻に入ってたんですけども技術の先生になろうってやつは男やのばっかりですよで唯一中学校の家庭で1人女子で小学校でたまたま何を間違ったかうちの妻が技術って第3希望か第4希望ぐらいに書いちゃったので第5希望ぐらいかな書いちゃったのでで女子が入ってきてでそれで、まあ、まあこの2人をまず 仲良くならないと,と思いつついつの間にか付き合ったのがうちの妻なのでそのこの人が結婚相手だなんては思ってなくて、まあ、まず仲良くなりたいっていうのがスタートだったんですよねでまあある意味運命じゃないですか <laughs> 男子の中に2人しか女子いないんですよ <laughs> なのでまあそれも多分なんかきっかけだなと思ったんだと思うんですよねもう17年ぐらい前の話なのであんま覚えてないんですけど で結局どこで何をそのうんその恋とするかっていうとやっぱ自分の中であこの人だろうなみたいな <laughs> と思うんですよででもうイベントを見てたらやっぱあのイベントが好きな人もいるんですね、あのー、結局婚活っていう中にはこのイベントで出会って イベントが出会って付き合っていくことをよしとする人もいればちょっとそれも苦手だからあのお見合いしたいっていう人もいれば婚活の中でこうちょうどイベントとあのお見合いの中間みたいなものをやっていてあの条件はあんまり知らないで,でもまず20分間喋ってみるっていうのをやっていてまあそれがいい人もいれば結局多種多様なんですね。 多種多様でやっぱお酒飲みながらちょっと話しながら人柄を知りたいって入っていくのが好きな人もいるんですけどやっぱそういうの好きな人って、あのー、沖縄でも婚活イベント多いっちゃ多いですけど少ないっちゃ少ないので <laughs> やっぱ、あのー、結婚したいとか婚活に動いてる数多分もともとの数が少ないのでどうしてもイベントで、あのー、また何回も会っちゃうんですよね <laughs>。 婚活モールでもそういう婚活モールのイベントだけ見ててもそういうことが起こってるんですよ逆に言うと僕婚活イベントで、えー、大婚活祭第2回大婚活祭第3回大婚活祭で小さなイベントの、えー、と婚活に行ったんですけどその4つとも多分あ見たことあるなっていう感じのあんま覚えてはないんですけどいるわけですよでそうやってその婚活イベントで出会う女性とどうにか 恋愛関係になっってて結婚したいっていうもちろんその選択肢はいろいろあっていいのででその中で見るんですけどでやっぱその中でああまたいるなと思う人もいるわけですよまた女あ婚活イベント来てもまた同じ人しか見ないなっていう感触を受ける人もいるんですけどこの話をちょっとイベント担当の人としてたんですけどこれってもう奇跡の域だよねと必然だよねっていう <laughs> あのねえ あの人間って3回あったら3回偶然があったらもうそれは必然ですよと <laughs> あのまあ科学的な話しても3回以上成功すればその再現性が認められたっていうことなのでまたあの人あのイベントにいるわっていうのはある意味その時間帯が2人ともフリーで使えてでお酒も好きだしそういうイベントも好きな人なんですよね。 こんな共通点ないよねっていう。だからあの出会えるっていうことにもう少し意識を置くと一つ一つの出会いがもっとこのんだろうな自分に何かの縁なの縁なんですよね少なからず。それが良縁か悪縁かっていうのは分かんないですよ。そこは判断しかねるんですけどその縁が必ずいい縁とは言えないんですけどまあ悪縁と思うか良縁と思うかっていうスタートもありますよね。それは分かんないんですけど。 もう自分と、自分に興味のない人だから、関心がない人だから、ああ、めんどくさいと。めんどくさいというか、せっかく新しい出会いを求めてきたのに、また同じ人しかいないと思うか、あれこの人この前も見たし、もう5回もイベントで会ってるから、あもしかしたらこの人が運命の人じゃないかっていう、持っていき方できないですかねっていう話をしてたんですけど、まあこれはね、本当当事者の問題なので、ただ価値観を少しスライドさせて、 ちょっと自分に嘘ついて勘違いを無理やりしてみるっていうのもこの恋に一歩踏み出すための一つの手段なのかなと思ってで恋愛するからって言ってすぐ,すぐに全てをさらけ出す必要はないので少しね恋愛の前で少しデートあの交際はしませんけどデートをちょっとして話聞いてみたいですっていうのも一つの手段なのかなと思うので特にね女性はねあのガード固くていいのかなと思うんですよね まあちょっとねあの、振られる男性からしたら辛いものはあるんですけど、あのそういう意味では、あのうまいことねあの、出会いっていうのをあのミスミス見逃さずですね、活用してもらえたらいいなと思っていて、あのなかなかね、自分の運命の人ってわからないですよ <laughs>。僕赤い、運命の赤い人見たことないので <laughs>、またね、こういうね、 ちょっと身,の身も蓋もない話ばっかり恋愛の話でし恋の話とか言いながら身,の身も蓋もない話ばっかりして申し訳ないんですけどなんかこう僕ちょっと現実主義的なところがあるのであのまあそうやって見ていくとなんか一個一個の出会いの機会も本当に、ね、72億人いるんですよね確か日本の全国世界の人口ってで日本で1億2000から1億4000万人ぐらいいたと思うので。 まあ半分が異性でその半分がまあ結婚対象になりそうな人で4分の1だとしたら3千万人億人億人ぐらいか3億人ぐらいいるんですよ3億人もいてその中で3億人全員に会えるわけじゃないのであっ3千万人かいて3千万人全員会えるわけないのでだったら その出会った人は奇跡的なんですよねしかも結婚しようと思って足を赴けたところにいる結婚したい男性または結婚したい、まあ、女性つまり結婚したい異性と出会えるってある意味もうすでに奇跡的だなと思わないと思わないとっていうのも変な話なんですけど思ってもいいんじゃないかなってちょっと思ったりもします。ね、それ以外の人ななななかなかか会会う機いいいですすよね特に沖縄県なんかすごい狭い 世界で結婚相手を探そうとすると東京とかね内地の人と会うっていうことはないと思うので、まあ、そういうところもいろいろ考えながらあの婚活してもらいたいなと思っております。はい、さあこのまま恋の話し続けられるかどうか分かりませんが、えー、後半編に進みたいと思います CM 挟みます。 もう喋る余裕がない <laughs>。はい、アイデアのああいう ok お送りしております。えっ、ー、と恋の話ということでね。もうのっぺから、えー、恋とは勘違いですよと <laughs> 自分に勘違いし、つきましょうとうっかりしましょう。っていう話をしたりしてます。 でえー、と少しですね、婚活モールのイベント情報をお送りしたいと思います。あのね、イベントに来て出会うだけでも本当に奇跡的な出会いだと思うので、まあね、今日のイベントに運命の人がいると思って、その中の一番が運命の人だと思って臨んだり、まあ3人ぐらいね、運命の人見つけてもいいのかなと。結局、自分が選んでもね、相手が選んでくれないと、次のステップになかなか進めないので、まあ、そういう意味では、あのー うっかりね勘違いしてしまうのも一つの手かなと思っておりますであ結婚する時はまたね慎重に決めたらいいのかなと思うのであのー、ねそのマッチングした人と絶対付き合わないといけないわけではないので会ってあまた会ってみて、えー、ゆっくり話をしてみるっていうのも一つの手段かなと思いますで、えー、っと8月21日と9月25日ですよね、えー、婚活サマーパーティーと インオリオンビアホール4モール沖縄ライカムということで、えー、と8月21日えっ、ー、ともう男性は満員御礼でキャンセル待ちなんですよで確か女性は若干目開いてたと思いますで、えー、9月25日にでも同じ、ま、オリオンビアホールねでやりますのでもしよかったらえーとご連絡してもらったりあとですねあの一番大事なのは 結婚したい人がこのラジオを聞いてるとは限らないんですよね <laughs>。なので、あのー、自分は結婚興味ないけど、友達に結婚したい人がいるとか、自分はもう既婚者だけど、結婚したい人が友達にいるっていう人は、ぜひですね、この、ね、ラジオで聞いたよとか、Facebook で見たよとか、Twitter で見たよとか、そういう情報をぜひぜひ結婚相手探してる人とか、あれ 適齢期じゃないいと思いつつあれ結婚してないけど本当のところ結婚したくない派なのかよくわからないとかもうあの結婚したくないって表明してる人はあの別にいいと思うんですけど特に表明してなければどう結婚の興味あるとかこんなラジオでやってたけどみたいなおせっかを焼いてあげてもいいのかなとあのまあまあ,あの間柄の信頼関係のレベルもあるので <laughs> あのその辺は丁寧にやってもらっていいんですけどあとですね8月27日土曜日に えっと30代、40代各駅停車、えー、婚活無料体験会ということで、えー、これはですね、婚活モールの方でや,りやってますで、まあ、来たからといって、えー、っとイベントが終わったら、はい、ちゃんと説明詳しく説明聞きたい人は残ってくださいみたいな形でいまいちだったなとかちょっと詳しい説明はちょっと怖いから後日聞こうということも可能なのでぜひぜひですね、あのー 各駅停車っていうね、あのうちの理事長、うちのじゃない、婚活モールの理事長の自慢の、えー、サービスがありますので、えーと、一応ですね、会員さんしか体験できないところを、えーと、会員じゃない方にも体験してもらおうと。で、それでまた婚活モールがいいかどうか決めてもらおうということでやってますので、えー、とぜひですね、全部ですね、婚活モールさんにお問い合わせいただければと思います。えー、連絡先は 098-870-2621 0 9ロあ、九八8 8 7 0 2 6 2 1になっておりますので、えっ、ー、と、ぜひですね、イベントだけじゃなくてですね、婚活モールさんどんなことしてるんですかとかいうお問い合わせでも結構ですので、えっ、ー、と、ご連絡してみてください。あの、何かねあの、ヒントがあるかもしれないですし、まあ、婚活モールだけじゃなくてね、いろんな、えー、と婚活サービスありますので、 まあ一応話だけ聞くっていうのも一つの手なのかなと思ってます。で、まあそこから動かないとね、あのいきなり話も聞かずに、はい、婚活モール入ってくださいっていうのもちょっとあれなので、あの話を聞いて、で、まあ納得するのは早い方がいいんですけど、お年齢制限でアウト。<laughs> そうなんですよね。各駅30代、40代ですね。なので、 銀の盆んはどっち側のアウトなんだろう <laughs> はいなので、あのー、みんなね楽しくやってますよ、うんで。やっぱお酒入って楽しくおしゃ,おしゃべりしたい人が多いのでそういう意味ではあのー、で実はですね、あのー、婚活モールって割と年齢制限緩いんですよね <laughs>、あのーバ。東京都だとの23から35。 くらいまでとか結構あれなんですけど、まあ、40代も OK ですよみたいな感じで、あのー、やってますんでまあ本当に暴利をむさぼろうと思ったら年齢制限なんかしなくてもいいんですよねでもやっぱある程度ね、あのー、イベントだったらパートナーになってほしいなっていうことで、あのー、嫌味ではなく年齢制限してたりしてであの話を聞く限りではですねやっぱ20代ぐらいだとまあまあイベントもありかなとで 30代40代20代から40代ぐらいまでが各駅停車でも40代50代になると糸活っていうお見合いに近いものの方が成婚率が高い気がするみたいな話をしていましたまあここはどこまでデータに裸なのかもしれないんですけどあったのでまあそういうのも意識しながらですね二十歳はちょっとこう パーティー系、婚活パーティー系で楽しくね、飲みながらお酒のついでに婚活するとか、ちょっとおしゃれなお店を見学行くついでに婚活もして、梅の人がいたらいいな、みたいな。で、逆に言うと、うーんと、で、まあ、格液停車になると、もう少しちょっと本格的に思い越し上げてみようかなっていう、ちょっと頑張ってみようかなって。で、糸活になると、もう本当に。 ごどっしり腰を据えてっていう感じなんですけどまああとね他にネット婚活とかもいろいろあるので、うん、でまああのー、僕が大学の頃がもう結構ネットが爆発した時期なんですよね <laughs> あ僕もお酒ダメなんですよ銀のトロンボーンさんあ僕もお酒ダメで基本的にお酒飲まないですね <laughs> お酒飲んで なうんでもねああこれ難しいとこなんですけどやっぱ女性の目線女性のスタッフと話してたんですけど婚活に臨んで見てたら女性とスタッフと話しながらお酒飲んででる女性は割と少ないです <laughs> 多分お酒飲んでなくても女性ってランチとかでコミュニケーション取れるんですけど男性ってお酒取らないとコミュニケーション取るのが苦手な人もいて。 で,でも女性から見るとお酒が入ってない姿を一番知りたいのであ,のあんまり飲みすぎるのは、うん、女性スタッフとちょっと話してる間ではちょっと逆効果かもねっていう話をしたことがありますあの、ね、お金払っていただいているのであの好きなように飲んでもらいたいんですけど少し婚活っていうことを意識すると見られる自分っていうのと、ね、見る自分だからお酒なしでちゃんと。 お酒入った状態でしっかり相手を見極められてたらいいんですけど酔っただけで何だったか忘れて帰るのももったいないしかといってあんまり酔いすぎてあ,あこの人酒癖悪いなと思われたら損だと思うのでまあそういう意味ではあのあのなんだろうお酒の飲み方は見られていると思いますあのちゃんと意識がなくならずはめ外さない程度にお酒飲んでるかなっていうのは 見られててるんじゃなないかなと少しは思ってますね。やっぱり女性としてはやっぱ酔っ払ったおじさんよりは酔っ払ってない人と付き合いたいのかなと同じおじさんでもねまあさ、まあ、まあ諦めて30代40代おじさんで行,き行こうと思ってるので <laughs> なのでやっぱ見ててもまあお酒に頼ってるなと思うとちょっとこの人自信ないのかなって思われるかもしれないですねなのであのなんだろう まあちょっと無理やり恋の話に持っていくんですけど恋するまでは結構シビアに見てるんですよね人間ってこのあの人は好きになれそうかどうかっていうでこう容姿を重視したりするんですけど恋すると恋は盲目っていうぐらいあのどうでもよくなるんですよやっぱねあの他の人になんと言われようとそれこそ美女と野獣だったり ね、逆の美男と野獣って言っていいのか分かんないんですけど、あのー、なんでその人とっていうカップルまあうちもそうかもしれないんですけど、あのーまあ、そういう話になることもあったりえっっていう,うちの妻見て言う人もいる <laughs> 失礼な正直な人ですね <laughs> いるので、あのー、そういう意味ではあのーまあ、好きになった人が好きに好きな人というか。 が分かりやすくてどんな人が好みのタイプっていうと案外こうずれてたり例えば今まで付き合ってきたタイプが自分の正解とは限らないんですよね自分まで付き合ってきたタイプ逆に言うと不正解だからかれてきた可能性もあるんですよねだから自分の好みのタイプって結構自分が分かってなかったりするので案外こうこの人じゃないこの人なのかもしれないって恋に落ちてみる 「っていうまあ、恋に落ちる」っていう言葉はすごいなんかまとえてる「ホーリンラブ」ですよねまとえてて面白い言葉だなと。で「もう恋は盲目」とか本当に何だろう相手のことの他から見たら全然違うよみたいなところが全然通じなくなるところとか見てたら「えなんであんな男がいいの?」と同じ男であ同じ男としてどう,どうなのみたいな人でもね、うん なんだろう好きって言われる人ももちろんいるしそうじゃない人ももちろんいるしだからまあそういうのを考えると本当になんかうっかり恋してしまうのも一つのうっかり恋に落ちてしまうというか意図的にねそうするとちょっとこあえて盲目になってしまってあいいとこばっかり探すとそれでも探せない人が付き合えない人なのかなと、うん、初めからダメ出ししてたらなかなかいい人には もう出会,えてるんですよ出会いはできてるとそこで足うんとそこでこうどこで切るかですよねで別に妥協しろとは言ってないんです妥協しろとは言うつもりはないんですけど、あのー、妥協じゃなくて適性をちょっと測っていくっていうねずっとこの、まあ、芸能人ほどのルックスまでは見ないさすがに期待してないですよ期待してないけどやっぱそっ こうそ,うそこからだ徐々に下げてきて、まあ、自分だったらこの辺かなっていうのがあると思うんですけど、うん、でまあその辺を少しちょっとぼやかして一回この人柄っていうね人間ってすごい奥行きがあるものなのであの見た目とか第一印象だけで判断すごくしづらいものだと思ってるので、まあ、そういうのはですねあえて恋に落ちちゃってですね盲目になればいいのかなと。 思ったりしてますねでも本当にあの結婚相手って難しいなと思っていてあの選ぶのはねあの、まあ、ちょっと話がちょっと声からずれていくかもしれないんですけどあの、まあ、の子供を授かると子供を授かるときにあの親は子供を選べないと子供は親を選んでくるっていう言葉があったりしますよね。 で結構これって何だろうな市民権を得てるじゃないですか僕はあんまりうーんって思うところがあるんですけどまあその論拠はとか思っちゃう人なのでただまあそれを支持してたりそれを子どもの言葉からそれを拾ったとかまあいろんな考え方があってそういうちょっと僕そういうんだろう子どもが命を持つ前の話とかよくわからないのでわ <laughs> からないって言い切ってしまった 生きてるからちょっと受け付けない部分があるのかもしれないんですけどまあそうやって、まあ、子供は選んで生まれてきてるかどうかは置いといてまあ僕としてはまあたまたまね遺伝子的には近いものがあるかもしれないですけどそれぐらいのこう近い部分で子供は生を受けてでそこで育っていくんですけど親と子の関係って本当無条件なんですよね。 もう無理やりねあの当てはめられた関係性というかまあ子どもがもし選んできてたとしたら子どもが選んで選ばれたっていう発想でいいと思うんですけどもしそこの発想を根本的に受け入れないとすればあの親子関係を築くっていうのをまあ一応するんですけどもともと受け入れてるんですね親子関係って割とねあ親子関係なんだっていう。 で子供はいつの間に、親はもうね子供が生まれた時に我が子と思うしかない思い込むしかないというか、まあ、我が子なんですけどで、まあ、男性に至っては産んでないので, <laughs> であの妻のお腹が大きくなっていくのを見て生まれましたよあなたの子ですって言って、まあ、男性に不姿勢がちょっと弱いというのはやっぱそこのギャップがあるってよく言われてるんですけどだから、まあ、ある意味ちょっと思い込んで自分の子だと思い込んで <laughs>。 だから逆に言うと自分の子だと思い込めばまあそこそこ人間って育てられるんだろうなと。で男性ってやっぱりねあの本当に自分から生まれてきたわけでもないしあのやっぱりねお父さんになるのが時間がかかるっていうのもあるのでうん,なんかそういうのを考えるとうんあの子育ても結構思い込みが大事でうんまあお前ね取れ違ってる可能性を考えるとですよ あの昔は今はそうそうないと思うんですけど取り違って育って何かあ違うあなぜ分かるのか知れないですけどなんか分かって、ね、交換してそこで親子関係生みの親か育ての親かですよね血を分けた親の方が親らしい親子関係が築けるのか育てられた環境にいる親の方が親子関係が築けるのかといったら多分時間をかけた親子関係の方がもしかしたらその。 関係性は濃い可能性がありますよね。知の関係性よりも、やっぱ時間の関係性の方が強いかもしれない。もうそれだ、そう考えると、やっぱ人ってこう、選ぶ選ばれるじゃなくて、どう,うその人とどうやって過ごしていくかがとっても大事なので、えっ、ー、と、恋とか、結婚とか、もう考えると、あのー、なんだろうね、ちょっと盲目的になって、この子が我が子だと。 うちは若子は子子だと思いますよ <laughs> このとこ否定してもしゃあないので,でこの人こそ我が運命の人だと思うと少しあの心の動きも変わってくるのかなと思って,思ってますねまあでもね本当にんだろうまあけうんで運命の話もちょっとまた身も蓋もない話をするとまあ夢も希望もないのかって言われる <laughs> 話,話ね変な話なんですけど 運命も、その、僕の発想だと、運命っていうのは、あるものじゃなくて、まあ神様が決めてるという人もいますけど、まあじゃあこんなクソ運命やめてくれよって <laughs> 思うし、自殺していく人も世の中にたくさんいるわけですよ <laughs>。そう考えたら自殺していくような社会を作った神様バカって思うじゃないですか。なので、あの、そうじゃなく、まあいろいろね、宗教的なこと言うとそうじゃないと思うんですよ。 なので、あのー、ね、あのー、そういうのは神様とかどんどん抜かして、じゃあ神様とかをいなかったとした場合ですよ。<laughs> あくまでいなかったとした場合、運命ってじゃあ誰が作るかっていうと、誰も作ってないし、将来のこと分かる人って、多分唯一いたの神様をなくしてしまうので、神様が分かってたけど、神様がそういうの神様がいなかったとして、で、 じゃあ誰が運命を作っていくのかっていうと将来に運命があるんじゃなくて過去のことを意識した時にああれが自分にとって何かのキーだったとかターニングポイントだったっていうことが運命だと思うんですよねなのであの妻のことを運命の人だと思うんですけど運命の人だったとは思わないんですよ運命の人になっていたと今、えー、結婚してあっ この人でよかったなと。あ、この人が運命の人だったんだなって思うんです <laughs> あの、過去形です。だから、ゆくゆくも運命の人だろうなっていうのは、結婚する運命の人だったんだろうな、これから老後を暮らしていく運命の人なんだろうなとは思いますけど、それは多分結果としての積み重ねだと思ってるんですね。で、まあ、 じゃあ本当に運命の人でもし妻がもしいなかったとしたら僕は結婚してないかというと別の人と結婚してその人運命の人だと思ってたと思うんですよ。まあ、ちょっとなんか切ない話なんですけどで僕本当に小指かあくまであの表現だと思っていてでだからあのー、なんだろうなもうちょっとこう現実的な話もやっぱり 自分の中で落とし込んでいかないと、あのー、ね、寝てたら、えー、眠りを覚ましに王子様がやってきてくれる、まあ、それこそね、白馬に乗った王子様が、街中に現れたらちょっとびっくりっていうぐらいの <laughs>、ちょっとね、ジョーク的なことも考えながら、本格的に結婚活していくとなると、いろんなこと考えないといけないんだろうなと思っていて、 あのその中のまあ一つとしてやっぱり選ぶ権利もあるけれども選ばれる権利もあるということがすごくあるのかなっていうのはすごく思っていてああまあ選ばれる権利というか向こうから向こうが選ぶ権利もありますよと自分がそうそうあのこれはねちょっと別の話でしてもよかったあ別の話でもないかな あのスーパーに買い物に行きましたと、えー、バナナブドウリンゴいろんな果物が置いてありますと今日は果物を買いに行きましたとでリンゴが欲しいって言ったら、まあ、リンゴのコーナーに行って、まあ、何個かのリンゴの中から一番おいしそうなリンゴを選ぶじゃないですかでここまでは他のサービスと一緒なんですよ あの髪型でもそうあの例えば、まあ、僕は坊主頭なんで坊主でお願いしますって言うんですけど例えば、ね、この俳優さんの髪型がいいとか女優さんの髪型のいいなこんな感じにしてほしいとか選ぶじゃないですかここまでは一緒なんですよその後ですよえっ、ー、とりんごは何も言わないんですけど <laughs> で美容師さんも「いや君は決めたくにならないよ」とは言わないんですけど <laughs> あの、ね、一応サービスとして受け入れてくれたら要望を叶えてくれるっていうのが サービスなんですけど婚活サービスって基本出会いプラスあとはまああのー、なんだろうフォローお手伝い支援サポートをするのが婚活サービスなのでああこのリンゴおいしそうだからこのリンゴと結婚したいですって言ってもリンゴがノーっていう場合もあるんですよね <laughs> で食べてみたら逆に まあ,ある意味返品可能であったり返品可能っていうのもあれですけど人柄をよく知ってみたらああ違ったっていうこともまあできるんですけどそういう意味ではあの対価に返してあの結局出会いと支援までしか受けられないのが婚活の難しいところだなと思っていて対価を払ったらすぐに手に入るものではないっていうねあのこれは結婚。 活動の婚活と妊活とかまあ、もちろんいろんなサービスに関してはあるんですよまあ、医療サービスもそうですよね教育サービスもそうなんですよね必ずしも手に入るんじゃなくてそこに自分の努力とか自分の、えー、行動が試される部分があってそういう意味ではあのー、婚活っていうのが難しいところだなって本当にこのね自分は婚活してないので軽々しく言っていいのかなって毎回思うんですけど あのそういう意味ではあのこうやってこの婚活のことをもっともっと知ってほしいなとでやっぱねあの婚活思い切って結婚相談所に行ったらすぐに結婚できると思ったらやっぱできなかったらつらいですよねでやっぱそういうのじゃなくてまずですね心構えとしてまあすぐに結婚できないかどうかわからないけどまあ他のサービスと少し違うよと。あの このサービスの料金を払ったからといって必ず手に入るものではなくてそれなりに自分の努力と相手の都合といろいろありますよっていうことをやっぱそういうものだっていうのをね知った上で活動していかないといけないのかなっていうのはすごくあのいろいろね婚活本とかね読み漁ってるんですけど <laughs> あの思うところではありますねあのいや難しいんですよ 婚活だから婚活頑張ってる人に頑張ってっていうのはあれかもしれないですけど辛いからあま言わない方がいいかもしれないですけどなんかねあのさりげないフォローとかしてあげると、まあ、フォローなんかいらないかもしれないんですけどまあちょっと何かいい情報があったらねなんか一人で頑張らせてはいけ,ない,いけないっていう言い方もなんですけどあるのかなと思いながらまあ難しいとこかな <laughs>。 でえー、っと少しですね、<laughs> 婚活モールの会員さん限定のメール相談サービスが、まあ、婚活モール独自のものではなくて、婚活モールを応援してくれる、まあ、先週来られた結婚カウンセラーの友恵幸子さんが、えーっとえーっと、婚活モールにはコードさんが担当についてくれるんですけど、コードさん、ちょっと顔見知りになりすぎて、伝えづらいなとか。 えっと、まあ、中尾戸さんいい人なんだけど、ちょっと、これはちょっと中尾戸さんに面と向かって話したり、電話の口で話したりするのは、ちょっと忍びないなっていう人向けにですね、えー、っと、補助輪っていうね、サービスを、あの自転車の補助輪ね、っていうサービスを、 名前のサービスを始めることになりましたで一応これ婚活モールの会員限定で始めてみるということなので、まあ、今後もしかしたらあのー、婚活モールの会員じゃない方向けにも動くかもしれないんですけども、まあ、まず今婚活モールの会員さん限定で始めることになりましたのでまあもし興味があったらですねその補助例の話も含めて えと会員じゃない方は婚活つーりに行ってみたり会員さんでお聞きの方はですねあのそういうサービスが始まったんですかっていうことであの軽い口から聞きますよ <laughs> ということらしいのでまあそういうのも含めて何だろうなもうあの使えるツールは使ってほしいなと思いますでサービスになると料金が発生するんですけど補助輪に関してもでまあその自分が出せる範囲なら使ってで 補助輪の思いっていうのはやっぱり独り立ちするというかまあねあの結婚とか恋愛とか初心者とか経験値が低いとか恋愛偏差値が低いとかそういうまあちょっと自分にネガティブな要素を持っている人がちょっと活用してもらってですね、えー、と自信を持って結婚活動婚活とかにね望んでほしいなとでちょっとねあ,のあれなんですよやっぱり自信がある人は綺麗に見える かっこよく見えるっていうのはやっぱりあの心からの笑顔っていうのはそういうだけの魅力というか力を持っているのであの自分を偽る必要はないと思うんですけどそのやっぱり自分に自信を持ってもらっていいと思うんですそれぞれがそれぞれにいいところがあるのでただそのいいところが自分は何なのかでそのいいところといいところを持って ね、幸せな結婚生活を送れる人がどんな人なのかっていうのを結婚カウンセラーの友瀬由紀子さんがまあ,あのメール何回かのメールなのでどこまで掘り下げられるかわからないんですけど、まあ、そういう相談に乗ってくれるそうなのでまあそうやってですね友瀬由紀子さんに限らずそういうメール相談みたいなものは世の中にあるそうですよ <laughs> 僕よくわかんないんですけどあのなのでそういうのも活用しながらですね え、恋の話になったかな、ならなかったかな、と思いながら、えー、とね、婚活してる人もしてない人もですね、婚活のことちょっと知ってほしいなと思います。はい、えー、今週1時間ありがとうございました。来週も素敵な1週間になりますように、来週もお会いしましょう。それでは、アイデアの IOK、OK、でした。 お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。